電源を入れます。押さえレバーを上げると天秤シャッターが開きます。ウワイト通しは必ず押さえを上げて行います。針上下スイッチを1回または2回押して針を上に上げます。この時プーリーの印が真上にあることを確認してください。糸立て棒を後ろ側に倒して糸コマ押さえを取り外します。糸コマの糸が下から手前に出る向きで差し込み、糸コマ押さえを奥までいっぱいに差し込みます。糸コマの糸を両手で持ち、上糸案内の爪部分にかけ、糸案内カバーに奥から手前にかけ、手前に糸を出します。糸コマの糸を右手で持ち、左手で溝に沿って番号通りに糸を通していきます。天秤部分に糸が通っていることを確認します。針棒糸掛けは左手で糸を持ち、右手で糸を掛けます。糸を左に引いて糸ガイド溝にかけ、糸案内皿の隙間に通し、糸切りに下から上にかけて糸を切ります。この時再度糸ガイドと糸案内皿に糸がかかっていることを確認してください。糸通し装置は押さえを下げ、糸通しレバーを下げ、さらにいっぱいまで下げると針穴に糸が通ります。糸通しレバーをゆっくりと戻し、針に通った糸の輪を引き出し、押さえの下に5センチほど引き出します。もう一度見てみましょう。押さえが上がっています。針も上に上がっています。糸を両手で持ち、ウワイト案内の爪部にかけます。糸案内カバーに奥から手前に糸をかけ、糸を手前に引きます。左手で番号通りに糸をかけます。天秤部に糸がかかっていることを確認します。針棒糸掛けは糸を左手で持ち、右手でかけます。糸を左に引いてガイド溝にかけ、糸案内皿の隙間に通します。糸切りに下から上にかけて糸を切ります。押さえを下げ、糸通しレバーを下げ、さらにいっぱいまで下げると針穴に糸が通ります。ゆっくりと糸通しレバーを戻し、糸の輪を引き出し、押さえの下に5センチほど引き出しておきます。故障の原因にもなりますので、しっかりとマスターしてください。これでウワイトセットが完了しました。